動画ご視聴していただきありがとうございます。今日の動画はですね、よく DM とかでお問い合わせが来る、僕のダンスレッスンですね、初心者向けのダンスレッスンに、本当に未経験なんですけど参加しても大丈夫ですかとか、ポップダンスはやったことないんですけど参加しても大丈夫ですかというお問い合わせがよく来るので、ちょっとそれについてお話ししていこうと思います。はい。で、まず結論ですね、未経験でも大丈夫ですか、初心者でも大丈夫ですかっていうことに関しては、はい、結論大丈夫です。はい。初心者向けレッスンと歌っておりますので、そういった初心者の方が来るということを前提に、はい、レッスンを組み立てております。はい。なのでぜひ安心して遊びに来ていただければと思います。はい。ということで、この動画ね、おしまいになっちゃうと思いきや、はい、もうちょっとね、その、まあ、そういうことじゃないよと、多分大丈夫って言っても不安な人も多いと思うので、もう少しちょっと踏み込んでお話をしていこうかなと思います。で、まず最初にですね、初心者でも大丈夫ですかのこの大丈夫っていう言葉にどんなものが含まれているのかっていうのを僕なりにちょっと想像を働かせてみたんですけれども、多分みんなができるのに僕だけができないんじゃないか、私だけがついていけないんじゃないか、ね、恥ずかしい思いをするんじゃないかっていうところが結構メインなのかなというふうに思います。うん。なんですけれども、その点に関してはまず、その日のうちに教わったことができるかどうかっていうのはもう正直人それぞれです。うん。変な話、高校生までずっと文化部でほとんど運動習慣がなくて、大学生になって初めてダンスやりたいですっていう人とかは、そもそも論ダンスができるできないの前に多分腹筋背筋とかが弱くて、そもそも運動としてそれをやることが難しかったりとか、うん、ダンスだから難しいじゃなくて、そういった腹筋背筋を使う動作が難しいということも考えられますよね。うん。で、逆に40代なんですけどっていう方もいらっしゃるんですけど、今までたくさんスポーツをやられてきて体を動かすっていうこと自体に問題がなかったりとか、カラオケが趣味でもともとリズムを取るっていうことに慣れていたから、ね、プロ級には踊れなくても教わったことをこうパッパとこなせるようになってしまう40代50代の方もいらっしゃったりします。うん。なので40代だからダメ、50代だからダメとか、大学生だから大丈夫とかね、っていうわけではなくて、もう本当に人それぞれなので、そこでもうできるかできないかっていうことをちょっと保証することはできないんですけれども、ただレッスン自体ができないことをできるようにしましょうねというスタンスでまず教えているっていうこと、そしてできなくてもいいからまず分かるようになりましょうっていうところも結構僕大事にしているところなので、ちゃんとお家に帰った後できなかったところを復習してもらうっていう前提で、もうたくさんたくさん言葉で丁寧に伝えてレッスンをしますので、その点においては何も分からないままレッスンが進んでいってしまって、みんなは分かっているけど僕だけは本当に何が何だか分からないっていう状況にならないようには意識してしっかりとレッスンをさせていただいておりますので、それがねできるかできないかはもう自分のチャレンジ次第だと思いますが、そのレッスンで行われている内容がちゃんと分かって、うまくはいかなかったけれども家帰って練習してみたいなって思えるような、こう次に自分のダンスのアクションを起こしてみたいって思えるようなレッスンを心がけておりますので、ぜひ安心して遊びに来ていただけたらと思います。どうしても心配なんですという方はですね、まずお家でコソ練をしてみるのをお勧めいたします。はい。こちらですね、大人のためのポップダンス超入門講座というレッスンがあるんですけれども、こちら縦動画でスマホで見れるようになっています。で、まずこちらを練習しなくていいので、もう 1.5 倍速とか2倍速にしても結構なので、動画をバーッと見てみてください。で、僕の言ってることが呪文のように聞こえてしまったら、もしかしたら僕のレッスンとはちょっと相性が悪い可能性があるんですけれども、あ、上半身をこう上に上げるようなイメージなんだとか、言ってることがね、できるかできないかを置いておいて、言ってることがイメージできる人は、ダンスをね、教わった時にこう伸びしろがね、ちゃんとあるっていうそのサインなので、ぜひですね、うん、あ、腕をこう前後に動かすんだとかっていう、その形がどうであれそれが理解できるっていうことがまず第一歩かなと思います。で、もしレッスンまでにお時間があればパート1だけでもちょっと自分なりにこう練習してみて、で、できなくて大丈夫です。練習してみるということが大事になってきます。要するに教わったことをやろうとしてみるっていう脳みその準備体操ができれば、まあ、当日もね、しっかりと同じような内容を解説しますので、ぜひですね、超、大人のための、ポップダンス超入門講座をどうしても不安な方は、やってみてください。
動画に当てはまるような質問をしたくなったり、現にしている人いたとしたら、この動画を見て、まあ、一旦安心していただいて、もうとにかく分かるっていうことをまず最優先にして、で、分かってさえしまえば、あとはもう繰り返し練習することで、ちょっとずつできるようになることが増えていきます。で、そのできるようになることが増えるペースは、もうあっという間にいろんなことを覚えちゃう人と、ゆっくりやっていかないと覚えられない人、これはもう正直個人差があります。だけれども、その自分の特性っていうのは変えられないので、レッスン受けてみて、あ、なんかちょっとなかなかすぐには覚えられないなと思ったら、もうぜひですね、たくさんレッスン来ていただいて、もうゆっくりゆっくり一個ずつできることを増やしていって、で、受けてみて、あ、自分才能あるかもしれないと思ったら、まあ、たまにレッスン受けに来て、それ以外は動画で独学で頑張ってとかっていう風に、自分のスタイルを、こう編み出すことができるんじゃないかなと思うので、はい、ぜひですね、この動画を見て、ちょっとでも安心してもらえたらと思います。で、何度もお伝えしますが、大人のためのポップダンス超入門講座であったり、ダンス未経験者のためのリズムトレーニングの入門講座みたいなものもあります。概要欄にそういったお家でまずこそ練できるプレイリスト、しっかりと貼っておりますので、そういったものを見て、何度も言います。できなくて大丈夫なので、まず見て、僕の言ってる言葉とこの動画がこう一致する、あ、なるほど、首を動かしてるんだ、あ、胸を動かしてるからそうなるんだとかっていう、分かるっていうことができれば、絶対に時間をかければ、ね、できるようになりますので、ぜひですね、皆さん、お気軽に遊びに来ていただけたらと思います。最後まで動画ご視聴していただきありがとうございます。次はレッスンでお会いしましょう。さよなら。